はい、おはようございます。ちなげに金属大使です。おはようございます。はい、勝ちました。はい、9対3、火薬庫ですね。いやー、お久しぶりですね。あ、久々にこの火薬庫という、ワードを言った気がします。はい。いやー、よく打ちましたね。まさか試合前は、こんなに打つとは思わんて。まさかまさかでしたね。ほんと打つべく人が打ったらね、こんなになるんだなと。一発もあり、タイムリーもあり、まあ攻撃ではほんと言うことなし。はい。やっぱ何よりね、もう今日の主役、もう鈴木今日。いやー、痺れたね。すっげー大声出しちゃいましたよ。もう一人で見ながら、もうね、高卒ルーキーが、初めての一軍出場試合でタイムリー打つっていう。たまんないね。はい。ということで、早速ね、祝杯いただきます。はい。今日が6月12日ですね。はい。これ最後の1本、6本パック最後の1本ですけど、6月13日なんで、間に合いました。賞味期限、ナイス！はい。じゃあいただきまーす。はい。スワホー、お疲れ様でした。ああ、まだ賞味期限内の味がします。はい。ということで、振り返りですね。はい。先発が山野ね。はい。山野太一。まあね、やっぱ思い出されるのは巨人戦、初勝利。初勝利かな？でしたよね。がありまして、まあしばらく空いてね。今季もまあ頭から、出れず、はい、今日がね、2024年初登板だったんですけども、7回1失点で勝ち投手。お帰りね、よかったっすね、ほんとね。まあ、サクサクいけてましたね、だいぶね。球数も、94球なんでね、全然悪くないというかね。はい。ほんとこうね、まあ、なんでしょうね、ストレートは140中盤かな、146とかね、出てね。で、やっぱアウトコースで、そしてインコースの使い分け。で、インコースだとワンシームとかが結構効いてたんじゃないですか。あれでいい感じでゴロ、打たしたりとか。はい。で、結構ほんとね、外のこうストレート、外に投げ込んでるストレートもね、キレを感じるというか、ほんとピシッと、投げてる感じがしたので、なんかこう全体的に、かなりね、まとまってたかなと、はい、思います。はい。で、やっぱバッテリー組んでたね、鈴木今日選手とね、2軍で何度か組んで、ほんとにね、本人たち、このバッテリーが課題としてたことを、しっかりやれてたと、まあ、ヒーローインタビューでね、鈴木選手が言ってましたから、ほんとこう、それが実ってよかったなと。はい。あと、やっぱ特徴的だったのが、鈴木今日選手のインコースの構え方ね。こうね、インコース、まあ、ムーチョとかだったらね、もう本当にこう、バッターのこう、後ろにね、こう、体半分入る感じでインコース構えますけども、鈴木選手の場合、本当こう、ちょっと手だけね、手だけインコースっていう感じの構え方で、まあ、僕ちょっとプロじゃないし、ピッチャーもやったことないのであれなんですけど、なんかこう、多分ね、左バッターに対して抜ける球が怖いと思うんですよ。なんで、一応ゾーン勝負だけど、インコースちょうだいね、一応、みたいな。なんかそんな感じは僕はしたんですけどね。どうなんでしょう。はい。まあなんかそんなね、まあ二人で課題を持って、しっかりね、結果出たのでね、ほんと良かったですね。はい。で、まあ先制はされたんですよね。3回ね。はい。3連打ですね。レフトへツーベース、で、ライトへヒットで、周東選手にタイムリーヒット浴びましたね。はい。まあ本当ね、この後ですね、この後しっかりね、なんとか切れたのがね、本当良かったなと。ここでね、まあ昨日のソフトバンクの打線の恐ろしさ見てますから、連打が止まらなくなるっていうのを本当恐怖はね、昨日でもう植え付けられたので、ここで、なんとか1失点で、最少失点でしのげたのは良かったですね。はい。その後打線が援護するわけなので。はい。ただね、その4回表、ヤクルトがね、勝ち越した後ね、山川選手がポテンヒットで、その後ね、近藤選手がゲッツー打ったとこがね、ほんとこう、まあ、助かったというか、よくやったって感じですね。山野投手ね。で、得意のね、オスナ選手のね、一塁踏んで二塁送球っていうゲッツー、昨日も何度か見ましたけど、それも炸裂してね、よかった。
で、5回の裏とかがね、ちょっとね、先頭中村晃選手を、なんかね、割と分かりやすいボールばっか投げて、ファーボール、だったので、ちょっとこう大量得点したとはいえね、やっぱちょっとここでね、締めるとこは締めてねとはね、ちょっと思いました。まぁ、ちょっとね、求めすぎですけどね、ただやっぱ先頭フォアボールってね、ほんとろくなこと起きないので、しかもね、ソフトバンク打線のこと考えたら、まあ、6点リードだったかな、この時点で。6点リードとはいえね、もうヤクルトにね、セーフティーリードなしという、ね、イニシエから伝わる言葉がありますので、ちょっとここはね、大丈夫かなとはね。もうほんと、ソフトバンクファンの方見てたらあれですけど、思わないでしょ、普通。6点リードで先頭フォアボール出したぐらいでなんだよって思うかもしれないけど、もうヤクルトファンをね、もうしばらくやってると、やっぱ怖えんすよ。セーフティーリードマジでないんで。しかもまだまだね、5回裏でしたから、この時。全然ひっくり返されるね、可能性もね、まあ少ないでしょうけど、まあまああるんで全然。ちょっとここは怖かったですかね。はい。ただその後もサク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 ね、ゴロ打たせまくってましたね。はい。いやー、だからね、結局、まあ、最後までね、崩れなかった、山野投手はね、ほんとね、ナイスでしたね。お疲れさん。はい。だいぶ山野投手で話長くなりました。はい。続きましてが、シミノボですね。はい、出ました、シミノボ。まあ、一軍にね、このソフトバンクカードから、上がったのかな。はい。上がってきて、1回をね、三者凡退ということで、ナイスピー。はい。まあほんとね、今季ちょっとね、こんなにヤクルトが負け立て込んでるのも、結局勝ちパがいないっていうのがね、まあ、まあ大部分、結構な割合占めてるので、ほんとね、今日帰ってきて、まあこれ多分大量リードで出てきたんで、まあリハビリ登板というかね、まあそんな感じなんでしょうけども、はい、三者凡退ね、よかったよかった。ただちょっとまあ下位打線と、あとまあ周東選手か、って感じだったんで、まあちょっとまた中軸にね、当たった時、どうなるかっていうのがね、気になりはしますかね。で、あとセリーグ戻った時ね、まあ4月でしたっけ ?4 敗したんですけど、シミノボ確かね、ほんとフォークがやたらめったら打たれてたので、ちょっとセリーグのこの、バッターたちがね、目が慣れてきたと、いうこともあるかもしれないので、ちょっとセリーグに戻ってからも、ここはちょっと、注視したいなと、はい。だ今日抑えたからといってね、まだまだ安心はできないかなと、はい。で、ストレートはただね、146だったかな、俺が見たのは。まあ、出力自体はまあそこそこね、あったので、まあそこはちょっと一安心しましたけどって感じですかね。はい。で、最後投げたエスパーダね。はい。1回を2安打2失点ね。まあ、ここはもう、なんでしょうね。ナメプではないでしょうけど、温存か。温存。ただね、キャッチャー西田。いや、これやめとこう。ちょっと悪口になっちゃうから。まあまあまあ。まあ、エスパーダ投手は結局ね、球全然暴れてたので、本当ボール先行なってね、カウント負けしてたので、まあそれが一番良くはなかったですね。でまあ川瀬選手にヒット打たれた後は栗原選手にね、ライトスタンドでツーラン浴びるということで、でも大量点で勝ってる試合とはいえ、やっぱね、こうやって、なんだろう、終盤にポンって相手に点やるとね、明日に響くんでね、これがね、カードの最後の試合だったらね、もうバイバーイってね、また、次やった時会いましょうみたいな感じになりますけども、やっぱカード途中なんでね、ちょっと明日に、このね、流れというか、まあ栗原選手はね、ちょっと起きてしまったので、これが響かないといいんですけどっていうね、ほんと大量点で勝ってもね、なんかね、難しいっすよね。ほんとこう、やるべきことが多いというか、雑に試合はできないというかね。はい。という感じの、まあ、ピッチャー陣。まあ、この後はね、すみません、エスパーダは抑えましたけど、一応ね。はい。という感じのピッチャー陣で、まあ、みんなで3失点ですね。はい。もう山野投手がね、ほんとよかった。7回1失点ね。はい。ただ山野投手はね、まあ、巨人戦でね、復帰して1勝上げた後はね、確か勝ててなかったので、まあ、今季もね、またそれと同じような、ことにはならないように、こっからが勝負ですから。ローテに座って1年通してが勝負ですから、これでね、よかったね、おめでとうっていう、
まあ気持ちももちろんありますけども、はい。また次回からもよろしくお願いしますねっていう。はい。そう思いました。はい。ということで打線ですけども、12安打で9得点ということで、はい。かやくこう。ねえ。いやー、久々見れてよかったですね。はい。相手の大津投手が、試合始まる前までで防御率 1.3 なんとかだったかな。だったのでね、なんかチンチンに抑えられそうで怖いなと。はい。ネガティブヤクルトファンですから、私は。そういうね、思いでいました。はい。初回ですけども、まず西川選手がね、レフトへエンタイトルツーベース。ナイバッチ。はい。西川選手が交流戦入ってね、まあまあそこそこいいというか、まあまあいいんですよね。うん、あの日ハム戦がまあ多分一番ね、ピークでしたかね。うん。なんかね、ヒット結構見るなっていうね。うん。ほんと好調ですね、西川選手ね。うん。で、また丸山くんが、西川選手出たらね、もうほんとバントさせますね、脳死でね。うん。まあ、そうですね。初回だけどバントさせたっていうことはもう、絶対に先制点が欲しかったという、気持ちの表れでしょうか。はい。で、長岡くんがね、残念ながら初球でピッチャーライナー。まあ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 、ピッチャーライナー。まあまあまあ。はい。で、4番の村上選手が、センターフライで3アウト、得点できずと。いうことだったんですけども、まあ、昨日の4三振から考えたら、村上選手この打席はだいぶね、内容があったなと。うん、もう12球投げさせてますから。うん、めっちゃネバネバ。ネバネバだし、そのセンターフライもね、ほんとこう一瞬左中間抜けるんじゃないかっていうぐらいの鋭いあたりで、うん、村上選手が良くなってくるときは、本当に逆方向、センター方向がね、増えてくるときなんで、あ、このセンターフライは本当ね、うん、あ、なんかいい兆しだなって僕はこの時思ってましたね。はい。で、その後ちょっとね、サク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 、いっちゃいまして、あーなんか、結局ね、大津投手もいいピッチャーで、まあ昨日みたいなね、本当にこう、なんだろう、僅差ゲーになるのかなとね、ちょっと不安視してました、正直。はい。で、先制された後のですね、4回表ですね、はい、まず丸山選手がフェンチョクのスリーベース。なるほど。はい。ちょっとこう、なんでしょう。相手のチェンジアップというか、ワンシームというか、ちょっとこう、フロントドアみたいなね、打球をすくい上げて、三塁まで行きましたと。ちょっと二塁ベース回ったとこでね、足がちょっともつれてたんでね。よく持ち直して三塁まで行けたな、というね。はい。まるちゃん、いいね。バントも決めるし、ヒットも打つ。もう相変わらず好調。うん。もう好調期間が長すぎて逆に怖いというかね。うん、いつまで続くんでしょうね、これね。いや、非常に頼もしいよ。で、今日守備でもね、ファインプレーありましたね。ライトのスライディングキャッチね。うん。丸山選手がね、ほんとここ最近ね、球際強くなってる。後ろの打球はね、なんかもともと強かったんですよ。フェンチョクとかね、あった時もね、フェンス直撃したりとかして取ってたんで。あれはわかるんですけどね、ちょっと前まで、前の打球ね、そんな強くなかったんですけど、うん。このペイペイドームでほんとね、前の打球強くなってんなっていうね、印象を抱きますね。はい。で、その後が、長岡くんですね。はい。タイムリーヒット。ナイバッチ。はい。なんか28打席ぶりのヒットだったんですかね。確かね。うん。あ、そんな打ってなかったでしたっけっていうね。なんか打率だけ見たらね、2割7分まだあったんで、だ相当ほんとね、28打席、無安打でね、それまで2割7分ぐらい打率残してたってことは、もう相当ね、ハイアベレージ残してたんだってね、前までがね、はい。いや、でもほっとしました、ほんとね。センター、なんかうまかったっすよ。なんかインローというか、なんかそれをね、ちょっとこう体を逃がしながらさばいたというか、低めをね、ほんといい打ち方できてたんじゃないですか。よかったよかった。はい。で、その後村上選手がね、はい、センターへツーベースで2、3塁。いいね。はい。いや、だからね、1打席目のあれを見てて、ああ、やっぱ、なんかね、あれ、アウトにはなったけど、やっぱこう、いい兆しの打席だったんだなってね、振り返って思いました。はい。ナイスバッチンでしたね。はい。で、チャンス広げるんですけど、これでね、サンタナ、オスナが、倒れると。サンタナが三振。で、オスナ選手がね、浅いライトフライで三塁ランナー帰れずっていうライトフライ。いやー、まあ、同点にはしたけどさ、中岡くんのタイムリーで、こういう時も追いついたらね、逆転までしないと、絶対なんか流れってこないんですよね。いや、やばいよ、やばいよと。
で山田敬遠されましたね。まあまあそりゃね、まあ、山田選手もめっちゃ怖いかって言われたらそうではないですけど、まあどっちかといえばね、高卒ルーキーと勝負した方がいいでしょうと、いうことで鈴木京選手でしたけども、レフトへタイムリー、2点タイムリーですね。オッケー。きたー。めっちゃ嬉しかった。うわ、めっちゃ嬉しかった。スライダーですかね、最後ね。いいですね。ほんと、内山の代わり出てきたというかね。まあ、内山くんももちろん期待してますよ。まあ、ちょっと今季怪我なんでね。なんかこう、最近の近年のヤクルトはやっぱこう、内山くんでポジューっていう楽しみがあったので、まあ、今年それができてないと。でもこうやって鈴木選手がね、打ったら、もうほんと内山枠ですよね。ほんとこう、ヤクルトこういう選手大好きですから、若手で、なんかこう、光るものがある選手というかね。いやだから本当これ嬉しかったっすね。本当鈴木選手は、しばらくね本当こうチヤホヤされますよ。ヤクルトファンから。あ、むせちゃった。いや本当よく打ったね。まあ、サンタナオスナ選手がね、倒れちゃって、この回やばいな、逆転しないとこれやられるなってとこで本当価値ある一打でしたね。素晴らしい。はい。お疲れさんでした。ナイバッチ、ほんとね。はい。ただね、線がちょっとまだ細いのでね、これからもっと楽しみですね。もっと体大きくなっていくでしょうしね。だから将来的にね、内山選手復帰した時にね、結局次世代のキャッチャーは誰がやるんだろうっていうのは気になりますかね。鈴木なのか内山なのか。まあ、どっちかは多分外野にコンバートっていうね、可能性あると思うんですけど。でもほんとね、もう今年は再建期と、僕はね、前々から言ってますから、ほんと今日はもういいね、光が見えた、はい、お疲れしたと、はい、でその次の回もね4点入れましたね、はい、まあ西川セカンドゴロで丸山ファーボール、はい、丸山選手のこのファーボールもなんかだいぶストライク臭い球ねピッチャーは投げてたんですけど、まあなんか選球眼良かったってことにしましょう、はい、あ三振だーって思ったけど、あボールかーいっていうね。結構あったんですけど、はい。で、その後、長岡くんがレフトへ、ヒット放ちまして、1、2塁ね。はい。長岡くんの、ほんともう、好調時に死ぬほど見た流し打ちね。これこれこれ。で、長岡くんね、1塁ベースに到達した時にカメラで抜かれてましたけど、あの喜びようはね、ほんと嬉しかったのかね。ちょっとだいぶ生きってましたね。なんか、オラーみたいなね。なんかあんなに感情爆発させる長岡くんねあんま見ないのでちょっとびっくりしました。はい、でその後ですね、はい、村上選手がやっとお目覚め、はい、ライトスタンドかなホームランきたー、きた、よっしゃ、いやーもう分かりやすいね。ヒット1本打ったらもうこんななるんだっていうね。いやーもうよかった、やっぱ九州の空気うまかったか。今日両親見に来てたんすかね、ほんといいとこ見れましたね。だからもうね、ほんと打つべく人が打ったらね、ほんとヤクルトはいい打線なんだなと。はい、ただ村上選手にもうちょい注文つけるとすれば、まあこれからの試合ですけど、まあ今日のねこのスリーランももちろん中押しのね3打点っていうのは本当大きいんですけど、やっぱこう僅差の競った場面、同点とかで1点ビハインドとか、逆転のチャンスあるとことか、そういうね、なんか本当こうなんだろう、もう本当にこうここで打ってくれってとこでね、もうちょいやっぱ一打を見たいですかね。ほんとね、わがままですいません。はい。で、その後ね、オスナ選手が内野安打打ってね、山田選手がタイムリーツーベースね。えい。はい。最近よく見るけど、山田選手右方向の打球増えてきてません。山田と言ったらほんとなんかこう、引っ張りというかね、感じなんですけど、なんかこう、まあちょっとベテランの息に差し掛かってというか、なんか右方向の打球が増えてんのが非常に嬉しい。まあ、正直ヒットになればどこに打ってもいいです。はい。ただ右方向増えてきてね、いいねっていう、はい、感じですかね。はい。で、7回表ね、はい、サンタナ・オスナが連続ホームラン。ヘイ。はい。ほんとね、オーバーキル打線というかね。ここまでやりますかというね、はい。サンタナ選手は宇宙観。はい。相変わらずのね。はい。で、これで今季15号。
ホームランになりましたので、うん。とりあえず2桁は達成ね。はい。なので今季はね、30本目指してほしいですけどね。うん。まだで、今の打率もね、ほんとこう、ずっと3割はね、一応キープしてるんでね、全然ありえますよね。はい。で、オスナ選手もね、高めのなんかカットボールだった気するんですけど、それを逃さずね、レフトへホームランということで、うん。オスナちゃんもね、ほんと調子は上がってきてて、うん、今日もホームラン打てて、ほんとね、こう、気持ちのいい、うん、ゾーンに入ってると思うので、はい。頼もしい限りですよ。はい。で、その後、鈴木京選手がね、レフトへヒット打って2安打目とかね、嬉しいね、うん。はい。っていう感じの、まあ、打線でしたと、はい。ただね、やっぱほんとこう、水を差すようであれですけども、まあ、大量点でね、まあ、勝つのももちろんね、嬉しいですけども、やっぱこう、僅差もね、やっぱもうちょいものにしてよね、とは思いましたかね。そう、勝つときにね、勝つとき、なんか大量点で勝ってるときにバカスカ打ってね、なんか日本語おかしいな。まあそれもいいんですけど、ね、たまにはあっていいんですけど、やっぱ僅差はね、ものにしていかないと、この長いシーズンなかなか厳しいっすよね。はい。という感じで、はい。まあこれでね、本当にペーペードームでのソフトバンク戦は一勝できましたので、僕は正直ね、結構楽な気持ちでもう明日見れます。はい。もう王者ソフトバンクですから、まあもちろん勝ち越してくれたらそれはそれでね、もうめちゃくちゃ嬉しいですけど、まあ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 ノルマは達成かなっていう、はい、気持ちで見てますね、明日はね。はい。お疲れ様でした、スワローズ。はい。ということで明日が大関投手と高橋奎二投手ですね。はい、左腕対決ということで、はい。奎二くんは前回はね、良かったですよね、かなりね。ほんとこう理想の高橋奎二というピッチングをしてたんですけども、どうですかね、一応相手が、まあ、王者ソフトバンク。まあ、そうっすね。まあ、ケイジ君前回勝ったのは、どこ戦だっけあれは。西武ライオンズか。はい。西武戦だったので、まあ、今回はね、ちょっと相手が、まあ、西武ファンには悪いですけど、かなり格上になる。で、まあ、どっちかというと、こう、パリーグによくいるタイプのピッチャー。スピードでゴリ押す系のね、ピッチャーなので、ちょっと厳しいとこね。インコースズバとかね。ちょっとこう厳しいとこに投げ込めたらいいんですけど。でも高橋奎二、コントロール気にして、しだしたらちょっとやばい気もするんで、どうすかね。はい。もうあとは、はい。もうどうなるか見守るだけですね。はい。ということで、だいぶね、再生、あ、違う。だいぶ時間長くなっちゃったんで終わるんですけども。はい。まあ頑張って、はい。明日も見守ります。はい。とにかく今日は、ヤクルトファンの皆さん、ゆっくり、ね、気持ちよく寝ましょう。はい。お疲れ様でした。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。